皆さんこんにちは。CF ネット不動産コンサルタントの梅原でございます。はい、今日ですね、私がお話しするのは新しいですね、情報ツールのお話でございますね。今ですね、この動画を皆さん YouTube でご覧いただいていると思うんですけれども、それとですね、違ったですね、今回ですね、情報ツール私どものお話しする内容を皆さんにお伝えする情報ツールですね。 そちらのお話をしたいいと思ます YouTube ってねいろんな情報ですね動画や画像をですね皆さんにお見せしながらお話できると思うんですけれどもなかなかですねその動画についてはですねずっとね見る時間がないとかですね例えば電車の中だとですね周りの目が気になっちゃったりとか。 あとはの携、携帯の、ね、ギ,ガギガの消費がちょっと気になるとかね、まあ、いろんなです、ねえー、ところ、ちょっとね、そのお悩みもあると思うんですけど、そのお悩みを解決するですね、えー、ツールの用意ができましたので、えー、そのご紹介でございます。えー、それがですね、ジャンと、えー、その名も、ね、スタンド FM。これですね、スマートフォンの,、ね、このアプリの、ね、アイコンの画像なんですけれども、こちらの 情報ツールのご紹介というかですねでございますねはいこちら何かというとですね要するに音声で皆さんにですね音声のみで皆さんに情報をお伝えするツールでございます俗に言うねインターネットラジオですねスマートフォンですとかまあ、パソコンでもですね聞くことができるんですけれどもこちらを介してですね皆さんにですねより早くですね えー、よりです、ね、イージーにこうスピード感を持ってです、ね、皆さんにです、ねえー、情報をお伝えして皆さんの、ね、不動産投資の、ねえー、役に立ちたいなと思ってです、ね、こちらを使うことになりましたという話でございますでは具体的にです、ね、どんな、ねえー、ものかというとです、ね、このです、ねえー、スタンド FM というです、ねえーまあ、アプリをです、ね、ダウンロードしていただくと一番分かりやすいんですけれどもアプリですねダウンロードをするとですね えー、こんな感じのです、ねえー、画面が出てきましてこのです、ね、今矢印がです、ねえー、向いているところにです、ねえー、検索をするです、ね、箇所があって、えー、ここをです、ねえー、クリックして例えばこう c f ネッ t s って入れていただくと、えー、こんなふうにです、ねえー、c f ネッ t の、えー、またアイコンが出てきます。 でこの c f ネットのですねアイコンをまたクリックしていただくとですねこちらのです、ね、c f ネットのチャンネルが表示されるというような仕組みになってましてこちらですねフォローしていただいたりとかこのですねインターネットラジオを通じてですね我々がお話しした内容について何かお問い合わせをね したい質問ししたたいいなんていうこことがありまらちんか紙飛行機みたいな、ね、マークのこの部分をです、ね、クリックしていただくとレターの機能レターって言って、ね、メッセージを出すみたいなですね出すみたいな機能がありまして、まあ、双方向でこう情報が交換できるといったです、ね、インターネットのねよさも兼ね備えたラジオ番組ということになりますね。今現在ですねまだやり始めたばかりでですね そんなにですね数はですね出せてないんですけれどもこれからですね不動産のですね投資のですね情報だとかいろんな皆さんのですねその役に立つですね情報をこちらに発信していきたいなというふうに思っておりますはいで最後ですねこちらのですねアプリですねこの QR コードからもですね読み込んでスマートフォンとかにですね ダウンロードすることもできますのでもしですねご興味ありましたらですねこちらの QR コードを読み込んでいただいてアプリをダウンロードしてご視聴いただけたらなというふうに思っております、まあ、アプリからじゃなくてもですね、まあ、お聞きできるようなことも聞いておりますのでパソコンの、ね、画面とかで「スタンド FM」なんていうふうにですね検索していただければですねそちらからもご視聴いただけるかと思いますので。 よろしければぜひですねそちらも試してみてはいかがでしょうか。はいえー、とにかくですね、えーまあ、you と YouTube と違って我々もその、えー、編集するです、ねえー、時間を要しませんのでより早くです、ねえー、皆さんに情報をお伝えできるツールなんじゃないかなというふうに思っていますので、えー、ぜひですねちょっと今後に期待,し期待をしていただけたらというふうに思います。 はいではですね、えー、今日のお話は以上でございますどうもありがとうございます